こちらも力をつけてきました。さあ、どちらが自分の得意の四つになるか。差し手争いから左四つになります。ただこの後はどっしり腰の重い魁聖に対して宝富士、右からの攻めはどうか。おっつけて上手を探る。おっつけて前に出る宝富士、すくい投げ。やはり左差し勝った宝富士。昨日今日と左差し勝って、そして右からの攻め。新関脇2連敗の後は2連勝、星を五分に戻しました。